やはりこの人でした、マイケル・リトルです、うん、本当に今日のパフォーマンス素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。もう今シーズン最高のプレーだったんですか、ね、前半でトライを2つ奪って、はい、そして後半は、ね、もうディフェンスで光りました。ディフェンスでね、ディフェンスが本当に素晴らしかった、まあ、アタックももちろん良かったんですけど、今日もご家族も、ね、見えていましたし、はい、今週、ね、あの29歳の誕生日を迎えて最初のゲームだったんですね。なおのことモチベーションは、ね、高かったかもしれません。そしてこの両チームの対戦、バトルオブ DD と名付けられて今シーズン行われましたが、そのバトルオブ DD のクリスタルのトロフィーのこれが贈呈です。これもね、小林さん、この両チームにとってのモチベーションに、ね、うん、これから、ね、なってくれるといいですね。そうですね、うん、真の D はどちらか、バトルオブ DD、 今シーズンはこのトロフィーはダイナボアーズの手に渡りました。ベドウェル・カーティスキャプテンが今トロフィーを受け取っています。お伝えしてまいりました三菱重工相模原ダイナボアーズ対日野レッドドルフィンズ33対17、ダイナボアーズの勝利となっています。